奈良さんが帰ってきた。アンチのリターン。今なんか噛みました？噛んでない。いや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 、はい、今日はすごいですよ、ね、今日は本当にあの来ていただきたいゲストのねお一人です。本当に後ほどご紹介したいと思いますね、はい、本日もギノワンヒルズ通り、はい、FM ギノワンのオープンスタジオから、全世界に向けて生放送でございま す, す、ね、アンチのリターン、はい、105回目、5回目ですねでございますね。よく来ましたね、100回まで。そうね、生でね、はい、しかもね、はい、そして本日は2017年、はい、平成の29年でございますね、はい、で後期日本のオリジナルカレンダー、うん、2677年の10月の12日、はい、旧暦で申しますところは8月の23日でございます。はい、はい、ね、うん、番組ではメッセージも募集しておりますよ、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com、 また、はい、FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております、はい、そしてですね、はい、サイマルラジオでネットでなんとラジオが聞けますので、はい、FM ギノワンのホームページから見たり聞いたりしてください、はい、ツイッターも連動しておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、この番組は、はい、沖縄の今を憂い、この島の誠の未来を開かんとする、はい、熱き情熱のスポンサーの方のお力添えでお送りいたします、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。聞いてくださっていることになって、ね、ありがとうございます。はい、はい、改めましてこんばんは、メインパーソナリティの奈良さんです。はい、こんばんは、未来さんです。そして今日はですね、はい、ビッグなゲストをお迎えしております、ね、本当にようこそいてくださいました、はい、あのマイクの前にもう少しあの口を近づけて、はい、今話題の、はい、ね、ベストセラーの本を出していらっしゃいます、はい、基地反対運動は嫌いでも沖縄のことは嫌いにならないでくださいの、うん、著者でございます、はい、知念明さんと、はい、そして奥様の直美さんがお越しになってます、はい、どうもこんばんは、はい、こんばんは、ようこそいらっしゃいました。こんばんは、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。後ほどですね、いろいろね、直美さんね、そうですね、はい、ありがとうございます、すいません、はい、じゃあまたまた後ほど、うん、詳しくお話を聞いてみたいと思いますので、はいはい、CM からいきましょうか。まず CM 入りましょうね、はい、はい、なんかネットテレビより緊張するな、ドキドキするな生放送やから、カミカミですよね。お稲荷なんて有名なんですか？え、お稲荷なんて有名なんですか？いや、取引先。あ、そうなの。お稲荷は取引先やんな。はい、と。はい、ということで、うん、身内の話をしていましたけれども、そうですね、はい、今日はですね、はい、その知念さんのお話を聞く前に、はい、やっぱりね、このニュース、まあね、これですよ。昨日でしたっけ、夕方。そうですね。ね、CH53。はい、大型輸送ヘリコプターが、うん、これ着陸したんでしたっけ、到着、うん、着陸、不時着ですね、不時着して、うん、はい、そのまま炎上して、はい、炎上、あの飛行中に炎上して不時着したと、そのまま全焼したと。なるほど、はい、ということは墜落ではない、そうですね、わけですよね。墜落ではないですね、はい、はい、まあこれを機会にもうね、なんでこの時期ですね、タイミングっていうのは まあすごいですよね。これ何なんですかね。そうですよね。まあこれはね、試練だと思いますよ、はい、やっぱり試練、いろいろ試練、うん、ね、はい、まあ、あのこれでね、オスプレイのことはもうなくなって、うん、CH53、 僕も前々から CH53 の方がオスプレイよりは危険だと、うん、危ないとね、はい、出ましたね、はい、出ましたので、はい、実際ね、極大で落ちてますし、はい、あのうちの上も飛びますけど、うん、やっぱりちょっと音を聞くだけで音が ね、 なんかね、もうかなり、まあ、ちょっとね、老朽化じゃないですけど、そうそうそう、なんかね、ちょっとね、古い感じですよね、はい、この前うちの前を CH53 がガーッとお腹見ましたけどね、うん、お腹見てわーっと思いましたけれども、うん、はい、さて、本日はですね、はい、今話題の、うん、ご本をお出しになった知念明さんにお越し、はい、奥様と ね、はい、であの知念さん、この本を出したきっかけみたいなのをちょっと
はい、そうですね、私はですね沖縄県那覇市生まれなんですけども、はい、まあ、転勤族ということもありまして親父がですね、はい、それで、復帰と同時に親父が転勤になりまして、ははその時小学校2年生だったんですけども、でそこからあの福岡県佐賀県そして大学進学のために大阪に出て、出てですね、約41年間本土で過ごしました、うん、まあ、それで本土から沖縄見てた時にですね、はい、ちょうど何でしたっけ、尖閣諸島の問題が起きましたよね、中国の漁船の体当たり事件、そうですね、あれが、はいはいはい、きっかけで、まあ、あの時に漁船の船長が無罪放免されて、はい、で菅政権は隠避をしようとした、はい、それを、まあ、一色さんがネット上に出して発覚したんですけども、ね、はい、それを見て、まあ、非常に対応がおかしいということで、うん、まあ、いろいろ調べてみましたところ、まあ、沖縄県が非常に危機的な状況にあると、うん、まあ、日本自体が危機的な状況にあるということに目覚めまして、その時に、はい、あ、なるほど、まあ、それで、まあ、特に沖縄は今非常に危ない状況にあるということを感じて、はい、でなんとかその、まあ、沖縄はやっぱり沖縄出身ですので、ね、まあ、そのまま実は関西好きでしたのでずっと、はい、あの暮らすつもりでしたけれども、はい、沖縄になんとかですね自分のその、何ができるかわからないですけれども帰ってきて何かしたいと、はい、何か沖縄を助けるために、はい、守るために何か行動を起こしたいということを考えてたんですね、はい、まあ、そうした時に、うん、あの、まあ、隣にいる奥さんなんですけども、うん、大阪出身でですね、はい、実は沖縄県移住したいという夢を持ってまして、そうなんですか、はい、タイミングが良かったんですか ね、 だよね、そうですね、はい、で逆に僕の方があの背中蹴飛ばされる感じで、うん、沖縄帰るということになりまして、はいはい、それで4年半前にちょうど帰ってきたんです。なるほど、あの、はい、ということ会社お辞めになってってことですか、向こうのお仕事。もともと自営業で一人でやってましたので、はい、仕事の方が、はいはい、まあ、どこででもできる仕事でしたので、なるほど、ね、まあ、そこは利点だったんですけども、はい、まあ、その時に、まあ、本土から沖縄の実際見ていてですね、うん、何かあの一方的な報道ばかりがされている、うん、基地反対運動ばかりがクローズアップされているというところに非常に、はい、本土の方から見てそう見えるだろうなということを感じて、うん、実際に沖縄帰ってきてみるとやはり報道が変更していると、うん、まあ、あと教育も変更していると、うん、いろんな人の話を聞いたり、はい、いろんな保守の集会に参加したりしてですね、まあ、問題意識を積み上げて、うん、そこで感じたことが本土からの目線で見た沖縄県というのは非常に嫌な県だなということを感じてですね、そうですよね、まあ、あの韓国みたいにですね、隣の韓国みたいに何か、うん、あの反政府運動ばかりをしてですね、うんうんうん、たかりゆすりのようなことをしているというように見えましたので、はいはいはい、これはまあ沖縄を嫌いな人が増えてきていると、うん、実際にあの例えばですね2016年の5月のゴールデンウィーク、はい、前年比で半減してるんですね、あの本土から沖縄に旅行者が、ね、なるほどね、そうですね、はい、まあ、それはいろんな要因があるとされてますけれども、うんうん、あの沖縄嫌いになってる人も増えてきたんじゃないかなということを感じまして、うんうんうん、まあ、それで、なんとかその沖縄を理解 していただくために、はい、その全ての沖縄県民が沖縄の報道のようなですね現状じゃないんだよということを伝えたいために書いたのがこの本のタイトルです。なるほどね。この本であります。はい、そうですか。はい、すみません、あのタイトルの通りちょっと長い説明になります。これ AKB なんですね。ちょっとなんかね、この前あのご講演というかお話聞いた。そうですね。AKB のご年配の方多くて、いまいち受けが悪かったんですけど、あの AKB の前田敦子さんが総選挙の時にですね、はいはい、自分が1位になったんですよ。はいはい、その時に。やはり選挙というのはどうしても分断を見ますので、前田敦子さん以外の方に入れた方もですね、前田敦子のことは嫌いでも AKB は嫌いにならないでくださいと、非常にリーダーシップを取るような発言をされてですね、名言だったんですね。名言だったんです。なるほど。それをもじりました。それを未来さんと私は知らんかったと。年配だからね。初めてね、タイトルの AKB のファンでも何でもないんですけども、彼女のそのリーダーシップのすごさに非常に関心を持って。はい、そういう情報がもう頻繁に入る環境に、うん、そ、はい、そうですよね、あったということですよね、はい、これあと出されたのは3月くらいですよね。そうですね、3月の8日です、はい、あの僕らの番組でこれどんたから紹介されて読んだんです。あ、そうです。4月頃ですよね。そうです。で読んでもすぐ番組で取り上げて、ありがとうございます。この内容って本当に僕らがラジオを始めた、まあ、きっかけとかですね、はいはい、内容そのやりたい言いたいことを本当に丸ごとというか
入ってたので、はい、もうなるさんと2人ですごい本が出たねという話をしてましたね。そうそうそう、そうなんですよ。しかもこの、まあ、その当時はこの長いこのねストレートな言い回し、はいはい、これ沖縄の本屋が多くないみたいな、ね、あ、はい、やっぱりね沖縄の本屋さんって意外とあのこれはいろんな方たちこのあのゲストに呼んだりして、例えばあの有名なロバート D.L. テリッチ博士とか、はいはい、あの方も相当何度も4回ぐらい結構来ましたけど、ね、はい、やっぱりあの博士の本ってあの沖縄の書店って意外と敬遠して置かないんですよね。だからね、まあそれただ、ね、はい、まあ、自分自身で本屋営業したりして置いてもらったりもしますし、今あの沖縄の本屋さん実は保守系の本も非常に増えてきてますので、だんだんね増えてきましたね、はい、だんだん認知されてきてるんじゃないかなと感じてます、はい、そうですね、はい、なんかプロフィールを見ますと父方が琉球戦国時代の御三丸さんって中城城主の、そうですね、中城城と座喜味城の築城もしたという、あ、はい、琉球時代のアジですね。あ、なるほどね。で、はい、母方が琉球国時代のペークミペーチンの末裔。そうですね。すごいですね、はい、いやいや御三丸の末裔実は8万人いるそうです、うん、あ、そうなんですか。あ、そうなんです。そんなにふこう、広がって御三丸さんって掛け合ってわーって言ったの、はい、すごいですね。まあ、御三丸は長男次男と一緒に自決をしたんですけども、三男が血の巫女だったんで、はい、ウバと一緒に逃がして、それから始まった。実は御三丸が死んで、実は種をまかれた種は非常にまあ繁栄したと、なるほど、ね、いうことなんです ね、はい、そうですか。その DNA が今日沖縄をね、こう木から作る、まあ、そうですね、まあ、あの DNA というか何か血が騒ぐんです、なんかあるんでしょうね、どうしてもやっぱりね、ありますよね、この危機の時に、はいはい、はいはいはい、そうですよね。そして、この前講演会をなされたということで、はい、ちょっとこ うあのびっくりしたんですけど、サハウイルス感染の5段階というのがあるんですか。これはあの知念さんが、そうですね、あのサハウイルスっていうのは僕の造語なんですけども、まあ、あのいろいろその基地反対運動嫌いデモの本の時にはですね、うん、沖縄県民の思い込みっていうのは非常にきついなというのを感じて、はいはい、まあ、これは日本国民も全部ですけども、思い込みをされている、まあ、逆に言えば刷り込みをされている、うん、はい、まあ、もっときつい言葉で言うと洗脳されているということがですね、非常に頭にあってですね、うん、この洗脳している正体、これが左派が発信している情報だということなんですけども、うん、はい、その要は、非常に感染していくような感じで広がっているというところからウイルスと、はいはい、そして、まあ、左翼の方々の言い分とか、うん、いろんな話を聞いてみますと、どうしても、論理的な飛躍が見られたり、うん、論理的な、なんていうんですか、矛盾がたくさんあって、うん、とても正気には思えなかったんですね、はいはい、それで病気だなと。なるほどね。それでウイルス、それでウイルス、ね、ウイルス感染していってひどくなれば、はい、ひどくなるほど、まあ、左翼ができていくと、いうような思いでこのような5段階と名付けております、うん、はい、会場内で非常に受けてましたね。そうです、まあ、僕も大笑いしてましたけど、今日もツイッターハトポンさんとか、うん、ハリセンボンさん、そうですね、スンスンさんって初めて、ね、初見でありがとうございます。ハリセンボンさん、ハリセンボンさんね、はいはい、うん、沖縄は、うん、米軍基地が沖縄に撤退したがっていて、うん、米軍は沖縄から撤退したがっていて、反米世論もさらに、うんうん、この歓喜って書いてあるの、うん、そうそう、歓喜、歓喜したいのでは、もう今日この頃、うん、そうですね、皆さんいかがお過ごしようかっていうんですけど、うん、今日もこの今回のそのね、あのヘリの、まあ、うん、なんていうんですか、あれは炎上ですか、はいはい、炎上事件を機に、うん、はい、またこう大騒ぎしてますけれども、うん、沖縄のメディアも、うん、本土のメディアも、うん、NHK も、うん、大騒ぎしてますけれども、これを機会に、うん、じゃあ米軍基地を沖縄からなくすためにはどうすればいいかというと、まあ、自衛隊憲法を改正して自衛隊をこう、うん、ね、うん、だから国軍を強くして、そうですね、で自主防衛ができた暁には、うん、じゃあ、ね、あの米軍の方々へ後ろに退いていただくとか、うん、そういうふうな、あの世論に、ね、論調にはならない、ね、な、論調にしていく政治家はいないんでしょうか。いないでしょうね。ね、なんででしょうね。うん、結論70年以上も、うん、あの他国 の、うん、あの軍が駐留しているというのは異常ですからね、うん、そうですね、そこに切り込んでいく政治家の方々がいらっしゃるので、ちょっと、まあね、寂しい
皆さん怖がってますけどね、まあ、どうしてもマスコミに叩かれたり、うん、そうですよね、怖いんでしょうね、まあ、ね、その特に沖縄の政治家はそう思いますね、うん、でしょうね、顔色を伺ってるようなものがあると、うん、あのタイムズ新報以外は、はい、本当にあの産経新聞とか、うんうん、相当数少ないですからね、沖縄ではね。そうですね。まあね、はい、もうどうしてもしょうがないですけどね。はい、高坊さん、まあ、はい、あ、まあ、どうぞ。今回のあの報道を見てて、全国ニュースとか、うん、沖縄のニュースを見てたんですけども、あのやはり墜落という言葉を使ってないんですよ。うんうん、それで、はい、あの炎上して不時着という正しい情報を言ってたんで、うんはい、少しはマシにはなってるのかなと。うんうん、そうですね、いうことは感じたんですけど、まあ、ただこれがオスプレイだったらもっとひどかったな、まあ、そうですよね、思いますけど、ね、はい、あの今日のローマ人日記、うん、あのネット環境 の、ね、あの整ってる方見てくださいね、ちゃんと解説してますので与田さん の、はい、あの見解がありますけれど も、はいはい、もう全部これねビデオで撮ったりいろいろ始める段階でねどんどんこう、はい、は情報発信して、うん、そういうなんていうんですか捏造記事が書けなくなったそれもあるかもしれないということですね。本人ちょうど現場にいたみたいなんで、そうみたいですよね、うんうん、なんと産経新聞が沖縄では297部だそうです。あ、そんなもんですか。沖縄タイムス15万8000、うん、琉球新報15万6000、うん、まあ、これは、ね、うん、宮内さんがよく言う、まあ、何でしたっけ、うん、そうそう、押し紙、押し紙もありますからね、はい、八重山日報が今、うん、八重山で6000部、沖縄本島で3000部、うん、本土で600部、八重山でもですね、毎日新聞というのがございまして、やっぱり、はい、あの左寄りのそこが1万6000なんですよ。だから石垣でも、まあ、八重山日報はシェアが少ないので、うんうんうん、ちょっと頑張っていただきたいなと思うんですけどね。八重山 の自衛隊配備反対は、うん、そうです、そうです、まあ、それです、はいはいはい、沖縄 の、ね、あの知事選は八重山全然あの影響しませんけれども、うん、やっぱり自衛隊配備は、うん、この八重山毎日新聞1万6000の影響は非常に、うんうん、大きいですね、はい、やっぱり毎日新聞っていうぐらいですからね、このラジオ全国で100万人が聞いてるって聞いたんですけど、はい、まあ、全世界で3億人でしたか。そうですね、3億人というメドでやってる、はい、なるほど、はい、そしてまた話に戻りますけれども、はい、あの第4段階からも手がつけられないっておっしゃってましたっけ、うん、そうですね、まあ、第4段階になって晴れて左翼ということでございまして、称号がつくわけですね、まあ、ちょっとご紹介していいですか、はい、第1段階、はい、普段無関心なのに急に安倍さん戦争したがってるの、うん、という、うん、というね、はい、で、第2段階、うん、議論をしたら、うん、言い訳がすべてマスコミの論調とそっくり、うん、そうですね、はいはい、で第3段階ね、自分に起きた悪いことをすべて他人のせい、うん、政府のせい、あ、責任、みんな安倍さんが悪いですね、はい、今ね、そうですね、すべてね言われてます、ね、はい、で、はい、第4段階、さっきのね、はい、第4段階は、はい、行動を起こす、うん、行動、アクションをする、平気で嘘をつく、うん、自己正当化をする、うん、人相が悪くなる、あ、これはこれはね、これは分かりますね、なってるよね、はい、あります、全然顔違ってます、左翼顔、はい、はい、変わってきます。今日もここに来る途中で、はい、米軍の基地前でやってました。やっぱやってました。どこでした？石平のゲートです。そうです。多分、はい、昨日の事故を受けて、うん、そうですね。あれでやってました、ね、渋滞してるなと思ったらやってたんですけども、はいはい、ね、やはり人相が悪いです、ね、はい、悪いですね、はい、皆さん同じような顔してます、ね、第5段階、最終段階ですよ、はい、暴力事件を起こし収監される、はい、暴力事件を起こし収監される、どっかにいらっしゃいましたね。ね、いましたね。有名な人がね。はい。やから始まる人いましたね。いらっしゃいましたね。まあ、このウイルス自体が暴力行為を容認しているので、うん、そうですね、どうしてもそうなりますね。はいはい、そうで、まあ、もう、第3段階、第4段階からも活動家と言われている方々。いわゆるプロ市民という人たちですね。ですよね。大体もう第4段階から公安調査庁の監視対象に入っている方が多いと思うんですけれども。はい、そして、サハウイルスに感染しやすい人しやすい人、はい、の、 あの知念さんがちゃんと解説してくださってますけれども、はいはい、責任転嫁、お、責任転嫁ね、でこの自分は悪くないと、うん、責任転嫁というのは沖縄タイムス、琉球新報、うん、これは、まあ、まあ、よく沖縄タイムスとか琉球新報の社説を見ていますと、はいはい、例えばつい最近、国際通りで、うん、不発弾処理をやっていました、はいはいはい、その時にいろんな人が迷惑かかったと、うんうん、観光客も非常に迷惑だったと、うん、
で、まあ、自衛隊さんは、うん、それでも真新な下着を着て覚悟を持って取り組んでますよと、うん、あ、いいこと書いてるなと思ったら、うん、最後はこのようなことが起きてるのは安倍政権が悪いみたいな。なるほど。まあ見事な、ね、こう名人技だとしか思えない。お見事ですね。お見事な、もう締めは必ずこっちは必ずそこに持っていくと。そうそう、これはすごいですね。あと70年不発弾処理かかりますけど、はい、70年間安倍さんのせいですか。ねえ、ね、まあ、もともとそういった素質を持っている人がなりやすいかなと、うん、感染しやすいのかなという、自己中心、うん、まあ自己中ですね、はい、うん、そうですね、私利私欲を追求、この追求というのはすごいですよね、私利私欲を追求、うん、公のあれがないですからね。そうですね、公的、私しかね、はい、あの、もうかちゃいけないみたいな、はいね、はい、そうですね、はい、そして、日本人の、ね、うん、日本人のメンタリティというのはさっき未来さんがおっしゃいました、うん、公、公を優先する、公を優先するという、そうですね、こと で、はいはい、で無視の人、私のないと書いて、うん、無視の人、はい、そうですね、あの無視というとどうしても自分を殺すとか、はい、自分の個性をなくすとか、うん、そういうふうに受け止めがちですけども、そうではなくて、はい、まあ、公と私の垣根がない人、うん、ほうほう、まあ、公の喜びが私の喜びで、うんうんうん、公の危機は私の危機と、うん、思える人、うん、これ実はそんなに多くないと思ってるんですね、うん、はいはいはい、まあ、今こうやってラジオされてるということはそういう人だと思います。はい、まだね、この前のご講演会でその最たる方のね、そうですよね、お話をしてくださいましたけど、はい、そうですね、はい、まあ、その方は、はい、天皇陛下と、天皇陛下ですね、そうですね、ということなんですよね、はい、まあ、あの講演会で実は一番伝えたかったのがこの日本の心であり、うん、その日本の心の最たる人がその天皇陛下がお持ちだと、うん、はい、どうしても沖縄の人っては天皇陛下のことを学ばないと思いますし、うん、教えられないと思いますし、うん、はい、逆にですね、貶められた形でしか習わないと、うん、そうなんですよね、いうことなので、ただ沖縄人の中にもその日本の精神がどっかに眠ってるはずだろうと、うん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 、それをまあ引き出したいと思いで、はい、お天皇陛下の話をいつもしてるんですね、実は。あの、あれ、奈良さん、あれ何年前でしたかね、天皇がお見えになった時に、はい、あのいわゆる提灯行列というのをやったんですけど、はいはい、参加したんですよ。私も参加しました。7000人ぐらいで、その牧師の公民館から公民館ずっと2時間大山公園まで提灯行列しましたね。行列がずらーっとつながって動かないんです、最初から最後まで。そういう、でそれを一切新聞は報道しなかったですね。なんかそういう現実があって、沖縄県民の中に今あの本当におっしゃった天皇に対する一つの畏敬の念というのを持っている人は相当数みたいですね。本当にあの時はですね、いらっしゃいました、まあ、もちろん動員もあるんでしょうけれども、うんうん、私もお店途中閉めて家族で行きましたんで、あの、ね、未来さんの場で知り合ってないですよ、そうそう、全然その時は全然知らない時です、ね、知らない時ですけれども、はい、あ、これは大変だと、もう行かなきゃいけないということで、はい、でそういう方とかでいっぱい、はい、そうですね、集まってきました。あの日本会議の沖縄事務局長の上野さんの話によると、はい、7000人は動員したわけじゃない、うん、ないそうなんですよ。そうなんですよね。自然発生的でしょ、はい、全国で動員かけない、はい、動員かけても7000人届かない県が多いそうなんで、はい、実は沖縄県は尊皇の県だと、はいはいはい、いうことらしいんですね。だって復帰前は、復帰前のことしての僕だけ沖縄の復帰前は、うちの家にも、はい、あの皇室のアルバムちゃんと飾られてまして、ね、日の丸も上げてまして、復帰した後になぜか、そうなんですね、逆になってしまったしね、まあ、中村俊子先生がおっしゃるところの、復帰した後にパスポートがいらなくなって、はいはい、いわゆる活動家の人たちがたくさん沖縄入りして、うん、沖縄をこういう島にしてしまったみたいなお話されてましたので、うん、ね、まあ、逆に、うんね、うん、だから知念さん前おっしゃってた通り、あの要するに保守派の方々もね、どんどん沖縄に移住していただいて、はい、そうですよね、そうですね、あのはい、盛り上げてというか、う、ね、まあ、盛り上げてというかもう後がないので、うん、ちょっと助けてほしいというか、うん、う、沖縄がダメになっちゃうと当然日本も本土もダメになっちゃうので、学びの、ね、はい、その辺の危機感をもっと政治家が、ね、持っていただいて、そうですね、その辺はもうね、十分も知念さんとか未来さんとか、ね、うん、はいはい、ね、でこういうことをされてるので ね、こういう風な、やっぱりどんどんね続けていっていただきたいと思いますよ、うん、そうですね、はい、そして基地反対派の根っこ、根っこ、はい、基
地反対運動か、基地反対運動の根っこというのは根元、最初もこう、この根元にあるのは何かということで、これは、まあ、あのイデオロギー の, その問題かというふうに私は思ってたんですけれども、まあ、いろいろでも話を聞いたりですね、いろんなあのことを調べたりしていくうちに、実は革新も保守もですね、これはもう利権だと、要は新興資金の奪い合いをしているような利権ということは、日本政府からお金を引っ張ってくる政治家がいい政治家、はい、反対運動すればするほど新興資金が入ると、これ尾長さんは明言してますので、そうですね、言ってますね、はい、だからイデオロギー論争じゃなくてですね、利権が根っこにあると、だから尾長さんみたいな知事を生んでしまったというふうに私は分析をしています。そうですね、ということは日本政府の沖縄政策が失敗したということですか。そうですね、自民党が失敗したわけですよね。失敗してますね、金原巻すぎ、まあ、自民党の野中宏さんとか、そうですね、ああなるほど、あのくらいの方とかですよね、人たちとか、はいはいはい、まあもうね、あの梶山静子さんとか先生とか、その、鹿児島のどれでしたっけ、山中さん、さんとか、一生懸命沖縄のことをね、された方もいらっしゃいましたけれども、あまりにも沖縄ね、あのあれで、まあ、そうですね、なんの、なんですか、こう、まあ、要は可愛さで、そうですね、資金を投入しすぎて、結局、加害者 vs 被害者の構図を確定してしまったというふうに私は見ます。見事な被害者士官ですから、ね、で本当の方は見事な加害者士官ですよ ね, すね、沖縄に悪いことしたっていうのを吸い込まれて、向こうも、そうですよね、だから沖縄だけじゃなくて、本土の方々 も, もう沖縄かわいそうっていうふうなね、で最近はさっき言われたみたいに沖縄憎しみたいな、そうですね、そうなりますね、ケビン・メアさん曰くのね、あのやっぱりいつしたかりみたいな感じになってますので、まあますますこの本土と沖縄とアメリカの分断工作がね、だんだん最終段階まで来てるんじゃないかという、今日この頃でございますけれども、その利権ね、お金が反対すればするほど沖縄に回ってくるというのを、沖縄の昔の方言で、昔の格言ですか、で、なんて言うんでしたっけ、これ沖縄の内な口が全然分かんないんで、ここは、なるさんにお願いします。じゃあ未来さんお願いします。私はちょっとね、これはなるさんしか言えないでしょ、これ言えるの。ムヌクシユドゥワーシュ、ワーシュ、ワーシュ、どういう意味ですか。ムヌクシドユワーシュ、はい、これはあの日本語で、日本語で訳するとどうなんでしょう。知念さん、利権を与えてくれる方こそ我らが主君だと、これはもう、あのあれですよね、食べ物を与えてくれる方々が我々 の,、あの、そう、主君だということで、ね、要するにあの昔の琉球王朝 の,、あの原始小、共産主義みたいな、そうなんでしょう、感じですよ ね, ね、もう配給制じゃないですけれども、はいはい、そんな感じですよね。第二少子 の, その荘園が、実は第一少子と全然血縁関係がないんですけども、そうなんですか、はい、荘園って第二少子、第一少子と血縁関係がないんですよ。いわばチャイナの液性革命みたいなことをしたときに、実は利権を与えてくれる人こそが主君だということを刷り込んだんですね。なるほど。要は正当性、ね、王様の正当性を認めさせるために、はいはい、これが未だに、ですか、今も昔も変わらないんですね、はいはい、なるほど、ね、今日はあのすごいだんだん、なんていうんですか、このツイッターの参加者が新しい方も増えてますね、高本さんとか、トシ君、トシ君、高松リーさん、ハリセンボンさん、ハリセンボンさん、この方々皆さんね、沖縄じゃないんですよね。そうですね、あの聞いてらっしゃる方ほとんど沖縄外で沖縄の方はね、多分ね、トンネルズの皆さんも見てる見てるじゃないの。あ、そうなんですよ。もう困ってますよね、本当に。あのいつもね、来るくにちゃん男マークさん来てますね、ちょっと呼びましょう。はい、はい、どうぞ、はい、なるさん、未来さん、本日もこんばんは。はい、こんばんは。ヘリが落ちたとのことですが、軍用なんで安全飛行するわけないですよね、はい、騒ぐことはないと思うんですが、落ちるんですよ、落ちるんですね。ただ近隣の方の恐怖はすごいことと想像されます、いや怖いです。天秤にかけられない問題ですね、そこに知られざる沖縄の真実があるんですかね、という。そうですね、いつもありがとうございます、国ちゃん男も。ありがとうございます、はい、与田さんがおっしゃってましたよね、やっぱりあの墜落だろうが、こう炎上だろうが、着陸だろうが、自分の家の近くに、ヘリがこう、降りてきたっていうこと自体、恐ろしいことなので、やっぱりね、怖いことではありますね。それが真上を飛ぶとやっぱりトラウマになっちゃいますよね、やっぱりね、はい、はい、ということで、ちょっと一旦終了しまして、終了しましたか、ツイキャスが
こっちはまだそのままありますね。お、来ました来ました。大丈夫ですか？キャンさん。オフライン。はい。ということですね。まあ、あ、そうそうそう。はい。あのね、メールが来てるんですよ。メールが、はい。はい、いつもの？はい。なんかどこだろう。実はですね、知念さん、あのうちにヘビーリスナーの方がいらっしゃいまして、はい、これこれこうで知念さんという方がいらっしゃるんですよ。あ、じゃあメールをということで。いただきました。ちょっとご紹介させていただきますね、はい、これここなんですよ、これは、はいはい、ジノーイズナンバーワンさんという方なんですけれども、はい、ちょっと長かったら、まあ、まあいいですよ、今日は、はい、どうぞどうぞ、はい、なるさみらいさん、かりんちゃんこんばんは、かりんちゃんは、ね、はい、お休みですね、はいはい、ジノーイズナンバーワンです。そして知念さん、お忙しい中のご出演ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、今回は大変僭越ながら、はい、知念さんのご本について私なりの感想をメールしました、はい、どこかで聞いたようなタイトルの本に、はい、この人じゃ分かってること知ってるんでしょうね。 AKB のファンなんじゃないですか。ちょっとお若いそうか、はい、興味津々で購入しましたが、その内容に、はい、引き込まれ、はい、一気に読破してしまいました、はい、知念さんは本書の中で危機的状況にある沖縄の現状を事実に基づき検証し、本土で長く生活した方だからこそ先入観なく沖縄メディアの異常な偏向報道や左翼活動家の裏の顔や真の目的を冷静な分析で一つ一つ実例を掲げ、嘘を正すという見事な論法で問題点を次々と論破されています、はいはい、長い、文章長いね、まだ3分の1ですねこれ。そんなこと書いてましたっけ。はい、はい、どうぞ。もうこの際、はい、本書での数々のご指摘は非常に的確で、はいはい、ああこの人はああこの人は故郷沖縄の今後を本気で憂慮し、はいはい、より良い未来にするためにこの本を書かれたのだなと実感し感動しました、うん、はい、半分ですね、はい、中国の脅威や対沖縄工作、はい、沖縄独立論の危機性、はい、危険性、はい、尾長県知事の正体と、はいはい、オール沖縄の実態、はい、基地反対運動の正体、はい、沖縄メディアによる言論空間での自由な論議への弾圧と、はい、県市西の県民に対する被害者意識と憎悪感情の刷り込みで扇動及び洗脳、はい、中国の反日プロパガンダの代弁者等々、うん、メディアは絶対に報道されない真実を暴露し、うん、はい、これが持つ危険性を繰り返し強く指摘されています、はいはい、これは今更ながら、うん、背筋が凍る思いがしました、うん、ちょっとセンテンス長いね、やっぱ高坊さんも長いんだけど私息継ぎができないんですけどね、ちょっと長いですね。一方、はい、希望の光として善良な県民を反日メディアの洗脳から覚醒させることや、うん、はい、メディアの呪縛に縛られない柔軟な発想の若い世代の作る今後の沖縄への期待には私も共感いたします、はい、知念さんの本を読み感じたのは、うん、とにかく諸問題に関する切り口の鋭さと知識、はい、情報の豊富さで、うん、その上に分析力がすごい、はい、感動と納得の連続でした、はい、沖縄の実情と現状を多くの方に知っていただくためにも、はい、ぜひ一読していただきたい本であり、はい、県民必読の書として購読をお勧めします、はい、長かったね、以上でございます。ハリソンありがとうございます。確かに長いな、そうしましたらどなたですか、ね、知念さん、お身内じゃないですよね。あ、違う違う、あ、全然ジノーイズナンバーワンさん、あ、全然打ち合わせしてないね、ナンバーワンさんっていうあのペンネーム、はい、ラジオネームですか、はい、の方、よくメールを読んで非常に感動しました、はい、逆に、ぜひですね、チンスコ1年分お送りしたいと思います。 ありがとうございます。塩チンスコにしてください。あ、いいね、いいですね、いいですね、はい、いやいやもうね、今回も未来さん、うん、これでもちょっとなんかあれですね。ダメだし、言葉が盛りすぎ。気持ちはわかるけど、文章が解読しづらい。うん、はい、後で転送してくださいね。あ、茶子さん、ね、米軍基地辺野古反対、ね、私もね辺野古は反対なんですよね、うんうん、活連がいいですよね、うんうん、やっぱりね、活連がいいかもしれない、うん、辺野古より活連がいいですよ、はいはい、活連浮き張るところね、はい、うん、やっぱりね、うん、辺野古は滑走路が1800しかないので、ね、短すぎますね、本当はね、ね、政治的には辺野古なんですけれども、はいはい、あの米軍基地的には活連です、はいはい、そうですね、はいはい、さあ、
はい、次行きましょうか。はい、30分過ぎましたけど、かけますか、曲かけましょうか。1曲ちょっと1曲ね、はい、この曲は、はい、あの知念さんがリクエスト、うん、私が ね、 ねあのこの前ご紹介した山口彩希さんの曲を1曲紹介したいと申し上げてましたところ、はい、うんうん、ではこの曲ということ で、 そうです、ね、もうね素晴らしい曲ですよ。ちょっと聴いていただきましょうかね。聴きましょうね。はい、はい、いやこれ持ってこようと思ったんですけど、何名様に3名様三角名様じゃなくてって三角名様、そうか、3名様に、あれですか、サイン入れてとか、サイン入れてわかりました。本当ですか、はい、どうしましょうかね。これやったらあれですよ、 YouTube にならないですよ、うん、ああ、はい、ハリセンボンさん、ハリセンボンさんは未来さん、未来さん、うん、ハリセンボンさんですよね。うん、これでもさんなんて、あの本のプレゼントをしてくださいということで、うん、この際ですから、うん、知念さんが3歳でプレゼントしてるので、これどうするの、先着というかメールって どうすればいいですか。欲しい方はとりあえずこの時間までに一応申請し申告していただいて、ただ住所とか全部聞かないと思う。そうそうそう、聞いたことない。 FVG ナンバー取りに来てくださいっていうのかな。 FVG ナンバーにメールで、そうですよね、メールで住所、はい、そうですね、あの、はい、ホームページに書いてますので、うん、ここで公にメールを出していただいても困るので。わかりました、後で言ってください。お二方のポケットマネー、お二方のポケットマネーじゃあ買っていただいて、書いてますよ、お願いします。小さくして喋りましょうか。いやこの曲はですね、ちなみさん、はい、この前なんかコンサートありましたよね。そうですね、はい、合わせの漁港の近くのね、なんとかセンターというところで、はい、行ってきました。ああそうですか、はい、私も行きたかったんですけど ね、いろんなコンサート見ましたけども、はい、まあ、これほど、まあ、歌手がですね、やはり、はい、あの日本の国のことを思ったり、うん、要は惚れた晴れたが多い中でですね、うん、もう感動的な歌詞ばかりで、うん、もう感動しました。ああそうですか、一番良かったです、ね、空と海の向こうでしたっけ、はいはいはい、あれ泣いちゃいますね、あの曲はね、はい、あれ YouTube なんかで画像が出るともう泣けてきますよ ね、 すね、はい、空と中島みゆきじゃない、いやいやいや何言ってんですか失礼さんトンチンカンだもんいや一瞬今そっちからカバーかなと思って、いやいや、あの拉致事件の方の、ね、はい、失礼しました、はい、あれ YouTube でぜひ見てくださいよ、未来さんも、はい、分かりました、もうね、はい、あのね、そうですね、思いが伝わります、ね、そうですよね、はい、まだお若いんですよね、あの方若いです、山口彩希さん、ね、同じ大阪人、はい、あそうそう大阪の方でしたか、じゃあトークもやっぱり関西弁の、そうです、喋、りましたよ、関西弁で。ああそうですか、漫才聞いてるみたいだな、楽しかったですよ、うん、なんで関西にとって日頃 の、 あの会話でが漫才なんですか、必ずオチを、ね、入れたりこう、ね、ツッコミ入れたり、ね、それがツッコミは日常的に、ね、すごいですよね、うん、いやいやいや、はい、ね、あの、うん、愛国行進曲でございましたけれども、はい、本当に愛国心あふれるお嬢さんっていうか ね、 そうですね、素晴らしいですよね、うん、あとなんか教育直後の曲を書いたらファンが減ったという話がありましたけど、うん、その代わりにファンが増えましたよ ね、 ね、逆にね、逆にね、はい、うん、本当にね応援してくれる人が、まあ、先週でしたっけ、はい、未来さんが先々週からおっしゃってましたけど、うん、踏み絵だったという、踏み絵でしょうね、やっぱり ね、 ね、希望の統合式みたいな、そうです、ね、さっきのウイルスに感染した方はね、はい、やっぱちょっと弾くでしょう、そうですね、はい、さて話戻しますよ、はいはい、で今のね、うん、あの山口さんの話もございましたけれども、うん、はい、知念さんがおっしゃるところ、うん、現代版公民化教育が必要ということですけれども、はい、これは、先祖との分断って今現在日本がそういう分断工作に合っているということですか。そうですね、今あの特に沖縄県では、はい、平和教育と称して、要はあの日本兵が非常に沖縄の住民を苦しめたと、そうそうそう、いう話になってまして、敵はアメリカ兵じゃないんですよ、米軍だったのに、ね、はい、うん、沖縄では、ね、敵は米軍じゃないんですよ、そうなんですよね、
日本兵というのはもともと沖縄県民からの召集もたくさんいたという中で、そんな話をずっと教えられますので、要は先祖が悪かったと、まあ日本本土もそうですよね。日本兵が先祖が悪かったと話をされます。そうなると先祖と私とが分断するんですね、どうしても。ああ、そうですよね。でその上、個人主義の教育、戦後の教育は、まあ人権人権、あるいは権利権利ばかりを主張して、公のために命を落とすというような教育直後の最後の一文、これが嫌いなのが左派の人たちですよね。そういう意味で公との分断をされてしまって、なるほど、要は縦の糸と先祖と歴史と縦の糸と横の基盤、社会とか家族、国というその横の糸、これが完全に分断されてしまってますので、何か個人がポツンと存在するような、なるほど、そんな風な教育を受けてきたと、そのためにいろんな引きこもりであったり、いろんな問題が非常に山積みされているということを感じるんですね。で本土と沖縄は実は分断工作、これは先ほどの話も全て戦後の教育がその前の GHQ の洗脳工作が根っこにありまして、それを左派は引き継いだということで、大嫌いなアメリカ の、はい、GHQ のあれを引き継いでると、工作を引き継いでるのが左派ということですよ ね、面白いですよね、この面白いですよね、展開をね、本当に、そうですね、ね、その意図を研ぎ直さないといけないと、まあ、護憲派の方々ってね、アメリカが作った憲法を、ね、そうなんです、ご所大事に、なぜアメリカ、ね、アメリカ憎しじゃないのかみたいな、2週間で作ったって憲法、ね、これはこれ、それはそれですよね、そうですね、はい、そして本当の歴史と日本精神を伝えるということで、皇室の素晴らしさっていうことですか。そうですね、やはり日本の国が特殊なのはですね、やはり皇室を中心軸として、国民がいるというところですので、それで2677年続いてきている。そうなんですよね、これは世界どこにもない宝物なんですよね。まあ未来さんね、我々の番組でちょくちょく出ますけれども、そうなんです、神武天皇のお母様の話、そうですね、だからね、沖縄はその今おっしゃった皇室のやっぱり基本的なこう根っこに位置するいろんな歴史的なですね、なんというか証拠というか、たくさんありますよね、だから沖縄の本来 その沖縄県民が持たなきゃいけない誇りっていうのは、結局自分たちの先祖は皇室のもともとの始まりに何らかの形でしっこきっちりと根を張ってるというところを、他なんかこう沖縄の人たちに開示することができれば、なんかどっかでひっくり返るのかなって、そうですよね、思うんですけど、ね、超古代史でしたっけ、琉球王朝時代以前の超古代史に遡ると、やっぱり皇室の関係が出てきますので、うんうん、これも天皇家の、ね、始まりがなんか全てそういうのが、いろんなものがあちこち沖縄に残ってるですよ、ね、はい、実は日本って沖縄から始まった、そうですよね、そうなんですよ、なんですよね、はい、だからそこはもうね、その辺もこの一番大事なね、そうそうそう、問題をやっぱりどうやってこう広めるか、皆さんに伝えるかということなんですけれども、ね、ちょっとこの話とは関係ないんですけれども、うん、はい、この本にありました、はい、ね、知念さんの本にあったちょっと気になる項目があったんですけれども、 3S 政策っていう米軍の、はいはい、アメリカの、はいはいはい、スクリーン、スポーツ、はい、セックス、はい、まあ、スクリーンというのは映画ね、うん、はい、スポーツはプロスポーツ、はい、プロ野球、ね、はいはい、プロスポーツ、はい、セックスは性産業ね、はい、を用いて大衆の関心を政治に向けさせないようにするという、うん、その日本人の愚民政策が、はいはいはい、まあ、日本本土沖縄にもね、うん、GHQ のこう政策でこう広まったんですけれども、それプラス、うん、沖縄の場合は何でしたっけ、 3M 政策、 3M ですね、 3M ね、はい、3M ってなんか住友 3M じゃない、そうそうそう言うと思いましたよ失礼しました、はい、祭り、祭り、はい、M ね、M、はい、モアイ、モアイ、はい、M ね、はい、モンチュー、まあ、沖縄でムンチューって言いますよね、ムンチュー、この 3M が結局、うん、はい、本当にね、毎週祭りしてるんです、うん、土日、うんうん、でお祭りのためにみんな忙しいですよね、うん、毎週しかも複数の箇所でやってますよね、はい、やってますよね、びっくりくる、毎、はい、ダブってます、毎週とか、ね、必ずありますよね、はいはい、だからもう思考停止ですよ ね、 すよね、もうこれのために頑張ってますので、うん、はい、考えさせないってことですね、はい、この 3M も実は僕が考えた、はい、あ、そうなんですか、祭りもワイモンチュー、 GHQ が考えたんじゃなくて、うん、沖縄ではならではのね、これではないかと、うん、そうですね、はい、
ね、これも沖縄に帰ってきて驚いたことの一つであるのだがって書いてありますね、うんうんうん、そうそうそう、毎週イベントやってるんですよ、うんうんうん、沖縄はもう、はい、びっくりしますよ ね、うんうん、まあしかしながら、うん、ね、ちゃんとしたイベントも、まあ、先週もご紹介しましたけれども、はい、そうですね、講演会もあるんですよ、はい、ちょっとねご紹介しますね、紹介してくださいね、明日、うん、明日ですね、八重田昭夫さんという産経新聞の方の、うん、講演会がございますけれども、13日の金曜日ですね、明日はね、はいはい、ネストホテル那覇というところでランチタイム講演会がありますよ、うんうん、はいはい、正論の正論の、はいはいはい、習近平政権と今後の日中関係ですね、うんうんうん、であと、14日、あさって、あさって、はい、あさっては、うん、自民党の方々の訪米県政報告会がございます、うん、ネットで検索してくださいね、これね、はいはい、で月曜日、うん、我らが中新庄編集長の講演会が、はい、名護市民会館中ホールでございます、はいはいはい、16日月曜日ですよこれ、はい、月曜日の8時から、すごい笑顔の写真出てますね、はいはい、そして、はい、15日、ごめんなさい、その前の日ですね、15日は、うんうん、南京の真実、うん、これは映画なんですけれども、うん、名護で、はい、名護市民会館の中ホールでございますけれども、これは無料でございます、うん、入場無料、はい、チャンネル桜の水島社長が、うん、作られたやつですね、これ確かね、なるほどね、はい、というふうに沖縄でも、はい、金土日と、うんうん、お祭り以外のイベントもございますので、うんうんうん、ぜひともネットで検索して、うん、ご覧になっていただきたいと思いますね、うんうん、はい、さて、続きまで時間あります、まだでもあと3分くらいですね、本当ではで先ほどですね、はいはい、知念さんのご好意でですね、はいはい、この、本なんですけれども、はい、基地反対運動は嫌いでも、うん、沖縄のことは嫌いにならないでくださいという、うん、はい、このワニブックス、今カッパとしてごめんなさいね、ワニブックスの黄色い本、はい、ワニは黄色ですよね、なんと黄色い本をなんと3名様に、はいはい、先着3名様に、はいはい、プレゼントということで、はい、FM ギノワンのですね、はい、ホームページからメールで、はいはい、ご住所を ね欲しい方、はい、まあ、3名超えた場合ちょっと抽選になるかもしれませんが、ね、3名超えた場合は抽選になりますけれども、はいはい、どしどし FM ギノワンに、うん、そうですね、メールしてください、はい、ハリセンボンさんちょっと待ってくださいね、はい、うん、ハリセンボンさんいたしご応募してください、ね、はい、ちょっと買ってくるってことですね、はい、はい、まあ、でもね、ぜひともご購入してください。これそれはでもやっぱ880円ですよ。いただきたい。安いですよ、すごく。はい。はい、ね、うん、公安調査庁が監視対象としているような、はい、うん、反対運動の立場を、うん、違反に擁護し、うん、はい、あたかも県民のそういうのように報じるのが沖縄メディアであると。うんうんうん、そうですね。ね大丈夫ですか？失礼しました。はい。はい、まだ時間ありますね。あと2分。今ね、はい、知念さんおっしゃってるところの、はい、史上最大の国難の時日本が、うん、そうですね、これは元寇とか、うん、幕末とか大東亜戦争、はい、戦争に匹敵する、そうですね、そうですね、はい、まあ、国難選挙ということも言われてますけれども、うん、はい、まあ、今北朝鮮の脅威とか、うん、まあ、中国の脅威が非常に叫ばれてますけれども、うん、はい、まあ、実はさまざまな国難を乗り越えてきたのは、うん、まあ、右も左もなくですね、国民が一致して、うん、それを乗り越えてきたということで、うん、今まで、ね、今本当にです ね、 ですね、今現在一番の国難は、うん、はい、国民の気持ちがですね、はい、バラバラの状態が非常に今まずいかなと私は思っています、うん、はい、ですね、まあ、その根っこの矢のやはりですね、うん、思い込みといいますか、うん、刷り込みですので、はい、その辺を本当に、ね、解放していかないといけない、はい、そのためにはですね、うん、やっぱり空中戦だけじゃダメですよね、そうですね、はい、インターネットを、ね、うん、若い方々は駆使しているので、うん、情報は、ね、正しい情報がどん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 入ってくると思うんですけれども、うんうんうん、いかんせん選挙に行く方々が、うん、はい、インターネット世代じゃない方々が、はい、60代以上の方が多いんですよね、はい、そうなんです、はいはい、面白いことにね、はい、ですからそういう方々にどう情報を伝えていくかというのがこれからの課題だと思うんですけれども、うん、ね、まあ、この FM ラジオもその一つだと思いますですし、新聞もそうですよね、わざわざ紙の媒体を出す、うん、また、はい、この本もですね、はい、ネット、はい、要するに、はい、何でしたっけ、電子書籍じゃなくて、はい、そうですね、こうやって ね、 ね、ちゃんと紙の媒体で本を出しになるということも、はいはい、やっぱり大切ですよね、そうですね、はい、あとフリーペーパーばらまいたりですね、はいはいはい、フリースクールやったりと、ね、うん、いうことを今取り組んでいます、はい、そして今ですね、その何でしたっけ、ゴサムルラ
リラーニングサポートということをされてますけれども、はい、これはどういうリラーニングサポートことなんでしょう。まあ、リラーニングというのは再学習という意味なんですけれども、再学習をサポートするという、はい、フリースクールをですね、はい、この12月から実は那覇の方で、拠点を持って やろうとしていまして、うん、はい、あとはですねフリーペーパー、これを、配布していくというところで、うん、要は一般の沖縄県民に、正しい情報を伝えると、うん、はいはい、その上で、やはり、うん、正しい情報に基づいた、うん、投票行動をしていただきたいということで、やっていこうということであります。で、まあ、インターネットで検索していただきますと、ね、うん、詳しい、ご参加のリラーニングサポートのホームページでしたっけ、はいはい、ホームページがございますので、はい、それもご覧になってください。はい、もう選挙はですね、うん、60% 以上の投票率がないと、はい、保守がね、保守は難しいですね、うん、そこはね、不動票、あ、不動票というか、うん、固定票がすごい、行く方が決まってるのでね、はい、はい、まあ、はい、不動票の10万票ですか、うん、はい、不動票をどうにか正しい方向にベクトルをこう、ね、はい、向けていただくということで、そのためにはやっぱりね、どん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 こう正しい情報をね拡散しなければいけないんですけれども、情報の質を上げないといけないですね、はい、まあ、そのために我々もね、そうです、ラジオをやってますからね、2年以上やってますけれども、いつ辞めるかと言いながらもやってしまってますね。まあね、はい、まあ、お話盛り上がってるんですけど、ちょっと時間がねなくなってしまったので、とりあえず、コマーシャル、コマーシャル、はい、はい、お願いします。最後ちょっと 本のあれをもう一回言ってください。今プレゼント、永瀬翼さんとハリセンボンさん、はい、うん、このチャコさんはもうちょっと無視するしかないね。この人完全にサハウイルスですね。ウイルスだよね、はい、あとで写真一緒に撮ってください、はい、エミです。フェイスブック載せたらダメです。フェイスブック僕の顔ですか。8、7、6、5、4、3、2、はい、もう一回、言いますけれども、この知念さんの本ですね、基地反対運動は嫌いでも沖縄のことは嫌いにならないでください。これは FM 宜野湾のホームページからですね、うん、そうですね、メールで応募してくださいね、はい、さん、先着3名様でございます。長瀬翼さん、それからチャコさんもぜひ読んでみてくださいね。この本を読まれると多分分かると思います。みっともなくない良い憲法だと思いますよ、はいはい、うん、僕はもう憲法を、ね、改正しなくてもいいです、うん、解釈を変える、変える、ね、はい、憲法9条の、ね、全文に周りの国がみんな良い国ですよと、うん、はい、ところが良い国じゃないという解釈にして、ね、全文、じゃあどうしましょうかということで、はいはいはい、もう会見する時間はないかもしれないので、うん、解釈を変えてリーダーの方がどん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 、ね、自主防衛してくださいということで、ね、はい、もうかなり時間が差し迫ってますね。あ、そうですか、はい、わかりました、はい、ということでいかがでしたか、はい、さん1時間早いですよね、やっぱりね、はい、あっという間でね、で、そう、はい、奥様、はい、はい、ちょっと喋ってください、時間がすいません、はい、もうすいません、ね、奥様一言関西弁で、はい、一言じゃいっぱい喋ってください。いや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 、はいはいはい、本当に今日はありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました、はい、ね、また、ね、はい、また来てくださいね、ぜひぜひ、はいはい、どんどん単独でもいいですから、言いたいことはいいね、今度別々にいい、ね、それでも、はい、そうしたら時間がね、本当にたっぷり取れるので、まあ、本気で喋らせたら1時間じゃ足りないと思いますので、はい、ああ、そうですか、ご協、はい、ご考慮お願いします、はい、次の番組まで入ってしまいますよ ね、はい、生ですのでね、はい、はい、うん、皆さんどうですか今日はね、本当にでも中新庄編集長の時もそうでしたけど、うん、とにかくね、会いたい人って来てほしい来てほしいって言ったらね、はい、なんか縁がちゃんとつながるっていうのを今回も思いました。今回本当にあれでしたね、はい、本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。私メールしたら Facebook で、はい、あれしたら、これずっとラジオのエンディングでいつも言ってたんですよ。だから、はい、だからやっぱり不思議なもので、この番組のおかげで沖縄県内で非常に売れ行きがいいということで、はいはいはい、本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとう、はい、この時間帯に我々が選んだのは、うん、やっぱり中学生からお年寄りまで聞ける時間帯はこの時間、ね、8時だろうと言って、はい、うん、この時間帯にしましたけれども、ま、ね、トンネルズと変わってるんです、はい、そうなんですか
まあでもね、分かる人は分かるでしょう、トンネルズを見るよりかは、はいはいね、だといいんですけどね、はい、まあ、もう1名なんで大丈夫です、はい、あと1分少々です。はい、はい、相変わらず沖縄はですね、危ない状態が続いてます ね、うん、そうですね、違法な基地反対活動家たちを平和団体として持ち上げる、ね、はい、マスコミの方々、うん、はい、そうです、そして琉球独立を真剣に進めている団体と、はい、その背後にいる、ね、うん、中国、大国、中国ですね、言っちゃったね、言います。しかし、とうとう沖縄もですね、はい、あのまともな、そうですね、まあ、あの正義の新聞、はい、第3の新聞が誕生いたしました、はい、八重山日報沖縄本島版、うん、ね、はい、皆さんネットで検索してですね、はいはい、どんどん予約してくださいね。購、ね、はい、読者増やしてくださいね。Facebook では八重山日報5000人委員会を検索してください。はい、ね、はい、あと30秒です。ということで、はい、はい、本日は、はい、何でしたっけ？知念明さん。知念明さんは何でしたっけ？はい、ラーニング、こさまるリラーニングサポートの代表でございます。はい、知念さんと奥様の、はい、直美さん、直美さんに、はい、本当にありがとうございます。いました、はい、あと15秒です。はい、どうぞ、みなさん。え、いやいやいや、もう本当にね、これから沖縄の本当の姿をね、やっぱり僕らで伝えていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。またあの、はい、お時間ございました、はいはい、ありがとうございます。レギュラーで、はい、結構ですので、あ、終わっちゃいました。すいません、最後切り切れました。バイバイができなかったです。